そういう違いって我々野球って見せれるのかね。そうなんですよね。だからやっぱり、<laughs> <ら>若いうちに見せれるものは見せてあげた方がいいかもしれないですね。ねなんかデモンストレーション。ない例えば少年野球だったら、やっぱり現役の選手もできるだけ、ちょっと少年野球行って。そうです、ね、こう、まあ、ちょっとね、オフなんで、なかなか、ちょっと急に。危ないですけども、ね、ちょっとやっぱりそういうところ見せてあげたりすると。と一郎なんかが、この間も国学院久我山行ってさあ。そうですよね。あれ、そのバッテリーレースとかも。 塗ってんじゃん。あれはでかいよねいや大きいと思いますだってチンジュはもう今できるんじゃんその体ならいやもうサーフィンとかじゃなんだっけウェイクサーフィンとかねスノーボードとかいっぱいもうそろそろスノーボードの出来ないで船舶も取って船舶免許も取ってはいいろんな人の気持ちは分かりますよ船舶のこともあだしただ離岸着がもうできなくなってるかもしれないですああ乗ってないから俺も俺もあれなんだよ二級持ってて山中こにボート置いてんのあ いいですねこういうの楽しんだじゃあ、はい、運転してもらっていいですか僕、ウェ,イクウェイクサーフィンやこれで乗れないから、波にウェイクボードも重くてだから俺、いつも引っ張り役だからあ、いいんですかい,いあ,ありがとうございますあ全然、ひまっちゃうよ <laughs> あのウェイクサーフィンはねもっと面白いですよなんか、うん、本当波を作ってくれるじゃないですか、ボートが、うん、で、その上にね、波の前に入るんですよで、入ってロープがね緩むとね自分が波の上に乗ってる色なんで離すんですよ浮いてますよ、なんかふわんって それまだそれね1回2回ぐらいしかしてないんですけど乗れたの心地よくて軽いからじゃない俺ら重くて上がんねえからそんなんだってああこれスノーボードもねやっぱりパウダーの雪さらさんとか行くと一緒になっちゃう雪浮いてるような <laughs> 気持ちいいってなります <laughs> でやっぱりショあの、ね、頂上行くとすごい景色がいいねいや俺こっから来てスキーも,も金も上まであ最初はそうでしたよもう全く全く無理でしたけど今はもう行きますけど気持ちいいってっ温泉もいい温泉お湯疲れるし <laughs> 朝早いし早いに早起きだしご飯も美味しいしなんかもう,かう最高です雲海が見えてもうはあ、はい、こんな世界僕はやっぱり大、ね、け、OK、がしたくないんでできるだけやっぱ雪の深々のところせっかくなんでやっぱり時間もかけて安い飛行機もう2か月ぐらい前のい、はい、もう移動できるような,なんか。 可能な、うん、あのチケット取って、うん、で北海道とか東北の方向に行きますね。れそやつだな。飛ぶのは怖いですよ。やらないですけど、危ないあの小学生のこと仲良くなってさ、はい、言われたの、やめる勇気持たなきゃダメだよって、はい。小学校三年生ぐらいの子にハル君っての、はい。いいこと言いますね。なので僕例えば三時でもう終了スキー場が終了という時に。 慌ててこう滑って、あともう一回行けるかもしれないっていう時あるじゃないですか今日、うん、やめなきダメって、はい、今これで我慢したら、明日もう一日できるとか、うんるね、また数日後に来れるじゃんっていうふうに思うと、うん、あのできるんですけど、うん、今日しかないと思うとダメですね、うん、はい。 もうそのやめる勇気すごいなその子そう春君くんって今でもおつきあいあんの安全に楽しくが一番ですそうだよなはいやっぱり趣味なんで、うん、そうだゴルフもいじゃんゴルフもまあ僕まだ競技で出たことないですけどみんなに出てみたらというかどうなんですかあのね競技やりながら上手くなるだから恥かいた分だけ上手になる俺も昨日なんかさこの,このぐらいのやつを4回昨日外したもうそれもカップ舐めないのもう,もうそうなったらどうにもなんないパターンやっぱそうなるん、ね、俺お朝食なんだけどそれが競技 あれね不思議ですね僕忘れもしれないんですけど2003年の優勝した時ってやっぱりやっぱりそれなりにプレッシャーがあるじゃないですか、うん、日本シリーズも出てるんで、うん、こんなプレッシャーの中野球やったこと人生の中で一回もないなと思って、うん、でもう終わった時に、まあまあ、当時は大栄だったんですよ、うん、第7戦まで行って負けちゃってもう僕放心状態で選手会長だったんで,、うん、で初回にワンアウト一三塁で。 ゲッツーはないな、い、まあ、まあまあそこそこ走れてたんで、うん、ゴロ打ってもゲッツーはないからダブルプレー崩れで1点先制だと思ってるんですよ、うん、三振さえしなきゃいけなんだと思っていったらゴロゲッツーったんですよ。うん <laughs> でそれでットにこう持っていかれて負けちゃってもう自分の責任感もあったりとかもう帰りの宿舎までのバスの中に一番後ろの席に座ってたんですけども、バスタオルも顔にのせてもうど,どちらかというともうなんか悔しいのとやりきった感とあれなんかもう泣けてきてもうやりきったもうなんかもう方針状態全てを自分は出したっていうで優秀選手もらったんですけどもうそんなのいらない日本、ね、一が欲しかったっていうのでう、ね。うん でオフに迎えてしまう時間が経つ年齢でまあリーグ優勝はできてるから、うん、みんなにもおめでとうありがとうとかねやっぱりパレードもして、うん、やっぱりファンシーファンの皆さんのねそういうのをこう涙目でありがとうあよかった優勝してっていうのあったりとかそこでこうちょっとまあホッとした部分はあったんですけどでもやっぱりゴールフやっぱオフになるとするでしょ、うん、そうするとなんか自分との戦いの部分があったりするじゃないですかスコアとか、うん、そりゃそうだ。今までにないぐらい楽やった。 あ気持ちが気持ちがあの日本シリーズの時のあのプレッシャーのことを思えば、うんうん、みたいな感じでやっぱりんそれが、まあ、2年も3年も4年もだん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 そういうところから出る,るとやっぱり同じぐらいの距離でも入れたいなとかなん,なんかだん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 まそれがね競技はもっとでしょあもうレベルが違う入れたいとかの欲がもう全然違う普通ならもう絶,対絶対外さないじゃんこんなのこれが外れてくるのが競技だわ。 あそっちなんですね。マパ、うん、ターで崩れていくそこのアプローチも寄せなきゃとかなだ,<ー>だかそのね俺も思ったよ日本シリーズかと思ったら何でもないじゃんって時があったのでジャンボさんも芹澤さんに聞いたんだけど、はい、前線の時をパター打つ時にもう1メートルぐらいのやつ「はい、俺はジャンボだ,俺は,ンボだ俺はジャンボだ」って言って 1m 入れてくってんだから<ー>そんなのが試合だからそれを一回経験した方が楽しみがまた増えるんじゃないっていうその。というのは最近じゃ前田智則がね そうそう、ミッドアーマーとか出てるじゃないですか。すごいじゃないですか、全国大会って、うんあああ。ああいう、正直、あい、変わってる人がいいの。まあ、のさ、前だってさ、プロじゃん、もう。はい、なんか。はい。のぶじゃない。はい。でも、よく喋りますよ。本来はな。本来は。俺、びっくりしたあの、喋んの。はい。もう夜勤の時なんか、詰んだまってる。はい、全然喋らないイメージなのに。よく喋る。そ <laughs> う <laughs>、のぶしじなゴルフの話から、ずっと喋ってるじゃない。はい。はいはい、だけどああ、ああいうね。 ピッチャーみたいいいなやつがわけ。ピッチャーってなんかさ自分がもう試合前嫌だったらタオルかぶって喋らないじゃん野手それできないじゃん特に選手がいない気遣使っちゃうじゃんだ多分同伴競技者に気遣使い出す信じるみたいなやっぱいや俺が俺がちょっとバタバタしてるから僕言っちゃったのかなとかそれも変わピッチャーみたいになっていくのも楽しいわけあななっていくんですか今日ね番組の収録だったんででまあ真弓さんや 広澤さんやね、うん、あの下さんと関もいたんですけど、うん、競うわけですよ、うん、楽しかったです、うん、久しぶりになんかなんかこの競ってる場所、うん、<負>その日じゃないよだからやっぱジャンボさんもよく言ってたよ練習ラウンドはもう本番よりも本当に緊張してやらなきゃダメだって練習ラウンドで、試合はもう練習ラウンドだっていうふうにしてやろうとするのに絶対なんないんだから<ー>そういう風にはそれね 野球も今やっぱちょっと阪神の今の選手を聞かしてあげたいですうもやっぱりちょっとそういう部分の気持ち考え方 かけてるなと思います、うん、だからそれだけのミスするんだと思うんですよ、うん、やっぱり同じプロなんで、うん、やっぱりレベルってある程度みんな一緒だと思うんですよやっぱりそうなると物事の考え方とか普段の練習の仕方とか気持ちの入れ方で相当こうガーンって変わると思うんですよ、うん、それがちょっと今タイガースの選手欠けてる分そのミスが多くなったり最後なんかミスじゃんもう,いそうなんですからだちょって言ってるら そこの守備位置もいなかったんじゃないとかあったりとか、ねうん、もっと感じてたら一歩よ最初から寄ってたんじゃないのとかあったりとかするのにその注意力散漫みたいな部分があったりとかするので、うん、やっぱり、ね、協力し合うって大事だと思って一致団結とかってさあれって何かって俺の持論があってやっぱ冷静に周りを見て自分が何をするかは、うん、判断しなきゃだめ、はい、動かされてるんじゃなくてこう見たらこっち寄った方がいいんじゃないですかみたいな。 あのコミュニそこで初めてまあ言ったらコーチとかが「あい,いよ,い,い,よい,いよ」とかねいいあればいいんですけどもなんかすべてベンチのコーチが出てきて「おいガいや、もうちょっとこっち」と「いやいやその前にもう感じて動けと」とで、そこでコーチが「いいオッケーオッケーオッケー」とか言う、うん、とかね、うん、でもそういうようなもう自分たちでできるようにならないと思う今、うん、そこまで阪神って来てると思う来てる来てるよ。だからそれをや だから結局さグラウンドが土でエラーが多いっていうけどでもエラ,ギラーしたのはヒットがつくんだからエラーはエラーじゃん、はい、人工芝も土もじゃあ実際ねジャイアンツから坂本選手が甲子園に来てエラーやってる方たら例えばまあ3試合ありますけど 1>,、うん、1カード3試合のうちエラーしたかって言ったらそんなにやっぱりしてないんですよ。うんうん、やっぱりそうなると普段じゃあ の練習って言ったらずっと人工芝でね,のっねのやってるのにそれでも土のグラウンドに行ったらしないっていうのは、うん、やっぱそのちょっと考え方やっぱり気も、うん、ねその準備力の差やと思うんですよね。そうそうもったいないなーって思うんですよね。優勝いやそうそうこれねムツドメインなラストやねやばいですよ。ああビリもあるわありますよそれだったらはいきついですね。すまあ見てる方は楽しいですけど。<laughs> っついよな健太郎はい、あれまだ来てないからあれこっちここ来てって言ってんだよなあそうですかまあでもちょうどゴールしてさっきさんですよねみたいな感じで言ってましたけどねああじゃじゃ全然う,うわでもでーの今話聞いてうわちょっと競技出てみようかなででまた知らない人とやるから余計にね新人も50いくつ52で,でもシニア出ると余裕がある人たちがやるからもう水も甘いも知ってる人たちがから楽しいわけあ<ー>シニアは楽しい レギュラーがバッチバチしてるけど、若い子らは五十前は。うわ、せ席いいところにきたわ、今人生論語ってんね。人生論が。人生論いいとこで。競技出る二人で。あの、ケンとロんはね、あの。まだ競技者じゃない。ですか見たんだけど、参考ってとこでやってんのよ。あ、参考なの。は野球選手。原さんのね。あの時見たら、競技ゴルフのレベルにまだ来てない。あ、来てないですね。ね、まだ衣装に負けてますよね。衣装負けしてますよね。衣装はプロ。衣装。 今日ね、慎次郎という檜山慎次郎という男が知れて一番楽しかっただから阪神のさ監督のこととか聞くのまた聞きに来るわそれは野球編はそうですね野球の話あまりしないですからねいいよかったですおもしいですよ慎郎の檜山慎次郎ってこういう人生送ってきたんだっていう詰まってた今日だから今度来た時ゴルフしてまた慎次郎のもとコラボしようかはいはいぜひぜひいいですねうん みんなでや、仲良くやればさ。そうですね。うん。ぜひお願いします。で、はい、最後に、進、はい、次郎が今、今だよ、はい、現在色紙に書くとしたら、なんて書くの?。